奈良市の東照大寺では鑑真和上ゆかりの中国の花慶花の特別公開が今日から始まりました。学アジサイに似た小さな白い花をつける慶花は、寺を開いた鑑真和上のふるさと中国の揚州市で大切にされている花です。現在曳家工事が行われている御影堂の公家園では10株の慶花が特別に公開されていて、ほのかな香りと可憐な姿が訪れる人の目を引きます。寺によりますと、今年は花が咲き始めるのが比較的早いといい、この週末ごろには見頃を迎えそうだということです。慶花の特別公開は来月6日まで行われます。